いろいろこう見たり聞いたり習ったりして、それで自分のものにする方がいいと思うんだよね。どうなのこうこれこれでいい、はい、で、これはね、書かなかった。どうすることちょっと説明したかったんだ。これね、下、この54ページね、この横のところ横書きなんだけど、 これねこれここだけ感じでみんなひらがなじゃないで「う」とかを学生さんに伝える時これね少しこうここのところをさもうちょっと斜めにしてって伝えたいんだよね私は。どういうことかというと「う」だったらねこうしたらこういうぐらい斜め。 あ、ちょっとやりすぎかなこのぐらいか、でも。ここのところ斜めに上がるんだ。斜めには上がってるんだけど、横への展開がしっかりしないと、横への展開をしっかりしないと、うん、統一感が出てこないから、少し斜めになって、少しだけになってここなんかもね、いつも書くよりもちょっと横っぽくないここも。もうちょっと斜め、皆さん書かれるんじゃないのかな こういうところもさ少し上に上げる感じがしないいつもだから横に展開する線っていうのを少し、えー、斜めをこう横にあんまり斜めにしすぎない全然しないわけじゃないんだよっていう形で書いてもらうと横へ整うよって展開が横へなると思うんだよね。 そういう感じでちょっとこれを書いてもらいたいなと思うので、それを説明したいからちょんちょんちょんって書いた。あ、と、となんかのここもそうだよね。ちょっと大きくしようか。ここ、ここ。ここ。私だったら、こうしたら、こう来るんだよね。わかるここのとこそのままこう来たいんだよね。それを一旦横へ展開してから斜めに来てるでしょ。 そうすることでちょっとここがさ、横への,あの展開になるじゃない。こういうところもね、ちょっとよく見てもらいたいね。というところ。それから、上下。これね、これはね、基本中の基本だよね。でもこれをね、大切なので、何回も練習してもらいたい。で、えー、っと、縦の線を今度縦、 縦の線が基本になるよね。で、ここに書いてある他に、まあよく伝えると思うんだけれども、こういうふうに、下に何か受ける線、横の線がある場合は、こう、最初に力を入れて、スーッと抜くような感じ。それで下でそれを受ける。横の線で下で受けるってことね。それから、下みたいに何もない。 何も受ける線がない場合は、しっかりと太く書いていくと。そうすると、どっしりとして書けるよ。という、えー、法則っていうかね、書き方があるので書いてみてください。というところかな。えー、っとね、山なんかか。もう一個か山、簡単そうなんだけど、ここ少し出すんだよね、ここ。 その出すためには、ここを少し斜めに上げる。斜めに上げるためには、斜めちょっと大きくしようか。上げるためには、ここでこう終わるでしょここよりも、ここのところ、ここのところを、ここよりも、ちょっと下にするの。ほんのちょっとね。ここよりも、ここをほんのちょっと下にして、で、斜めに上げて、 こことピタッとなるでしょで、この上げた分、下げると。ここのとこ出ると。で、ここを線をこう引くと、こことここが直線上になると。そうすると安定するからね。だから、ここを長く書くためには、もうここを書く段階から未来を予想すると。そうなの。予言者にならないとね。はいはい。まあ、そんなようなことですね。で、次の、 ここの、これ。これは、書いといたんだよ。ちょっとね、伝えたいところがあります。えー、っと、一行目の、玉か。玉と尾のところ。このね、玉という字書く場合に、よいしょ。大きくなった。もっと大きくしようか。でね、玉を書く場合に、 ここのところがね、ポイントになるの。これね、あ、ちょっと待って。こう、あ、ちょっと待ってね。こっからか、こう、こう、あ、こうか。こう。ここのとこ開けないで、これひっつけちゃうと、すごく重く感じるんだよね。あ、ちょっと待ってね。こう、こう。 こう、こっちを短くしたとしても、ここが、重く感じる。だから、こうでしょこの線を短くして、で、展開して、空間で、その縦の線の短い分を補って、書く。だから、長さ的にはこれ、同じ長さなんだよ。だけれども、空間で、 その幅を表現すると、ここが明るくなるんだよね。こういう展開は結構あるので、見逃さないでください。開け方ね。それから、音いう字。おという字は、これ斜めをしっかり斜め書いてこないと、ここの火が、この中心の下に入ってこないから、怖がらないで、ぐっと斜め書いてあげてね。それから、 カタカナのこの連綿のところだよね。えー、っとね、ここ。柔らかくスッと書くところ。これをグッと書きすぎないね。柔らかく書く。ちょっと後でこの辺書いてみるから、それちょっと見てもらいたいんだよね。っていう感じ。でね、次が、これは、 こういうところ、皆さんね、こういうところのね、あの、白いところを潰してしまうんだよね。グッと力入れすぎちゃって。で、こういうところも、白をきれいに残しておかないと、せっかくの筆の展開がはっきり見えない。だから、抑えすぎないことね。それから、これはなんでるあ、そうだ、ここだ。ここも同じ。結構ね、力入れちゃって、グッと。 潰しちゃうんだよね。潰しちゃう時もあるんだけれども、潰しちゃうと重くなるからね。こういうところは、こう、筆の先を上手にこう、ゆっくりと展開してあげるといいよね。で、まあ、ことのか。で、次が2番目の、ここだ。せーば、ここも、この部分がきつくならないよきつくなるってどういうことかって、 キュッと力入れちゃって。ほんで、こうするから、ここになんかね、力が溜まっちゃうんだよね。スすスなの。うん。スッなのって、まあ、ちょっと動かすんだよね。ぐっと皆さん止まっちゃうんだよね。あとは、こういう風な、こう、筆の、小筆の、こう、ちょっとしたこう展開をね、しっかりと書いていく。 あといいのかなあとこれ、ああ、これはね、濡れ二ぞ濡れに、ここのところは真ん中に寄せるんだよね、雨って。で、こっちを開ける。うん、そうだな。だからお手本見るときに、一文字の中のどこにがキュッと詰まっていて、どこが広がりがあるかっていうようなところを見てもらうと、形が取りやすくなるよね。 で「色」という字「色」という字をね楷書で書かれる時皆さんどうどう書くってまあ普通に書くよねあのね色ってねちょっと待ってねこれどこに持っていったらいいのかチュッチュッここかあのねえー、っとねえー、っとね 悪いのから書こう。悪いのは、そうだ、こうだ。こういう色をよく見るの。え、どこが悪いのと思うでしょ私はね、このね、ここの場所がね、これ、あまり良くないと思うの。どういうことかというと、ここと、ここの、だいたい同じぐらいの高さの真ん中ぐらいに出てること。 お手本ってこんなお手本が多いと思うんだよ。これ学生さんなんかもここなんだよ。こう。これだとちょっと上が小さいんだよね。でこの行書になってくるとこの下にこれが来てるよね。それから結構これ斜めでこれ横だよね。でここ結構ここ幅があるんだよ。高さがあるんだよね。 こういうところを見て、この部分を描いてもらいたいの。だから色ってね、この部分、この部分か。結構ね、うんと見落としがちな場所になるので、洋書になってもしっかり見てほしいな。ちょっとだけ描くか。これねみ。みんなは描かないけど、ちょっとこう、私ならこんな風にうんぴつするよっていう感じで。 描いてみるねそうだな忍ぶることの私には合わ,合わなさそうなどうやったらいいこうかここか。 で、ここに点点、ね。さっきが整わない。 おっちょんちょんって感じかなえー、っと小筆じゃなくてもいいですよ筆ペンでもいいですしあの硬室やってる方はでもあの小筆で書かれると表現が表現力増すと思うよ小筆でも是非挑戦してみてねということで 今日はその後書道日本のペン字を説明しようかなでもできるかなってかなちゃんと話してたの。えー、っとね、だちょっとだけね、来週また。